計算ありがとう。最近ハマってる曲、愛子さんめっちゃ聴いてる。あとはクリスマスの曲とか。チャマが吠えてる。修造さん、バンジャラモンスターさん、ありがとう。今日ちゃんと TikTok 上げましたよ。こんばんは、修造さん、ジャストミトさん、天使の絵の具さん、ありがとう。ねえ、愛子さんめっちゃ好きな。月曜日よく頑張った、感動した。え？どういうこと？感動したの？自分に？月曜日って大変よね。クリスマスの曲でおすすめ、私マライアキャリーさんが好き。おすすめコメント機能にあるやつ。何それ、そんなのあるの今。カニカマさん、こガラス丸さん、イズチャさん、ありがとう。かわいいですね、ありがとうございます。私もアイコさん好き。ミルク、ミルクってどんなんだっけ。ツイッターで満足してしまった。お疲れてたから。外羽最強すぎね。外羽がさ、キャラ目指してるって言った日にさ、外羽じゃないからさ。もう本当にね。でもこれは今日起きたまんまの髪の毛、前髪はさすがに巻いたけどね。そう、ダメなんですよ、私は今日すごく寝てたから髪の毛ができなかった。スカパラダさん、リャーさん、リョウスケさん、ありがとう。最近ここも巻いてないし。 TikTok おすすめ見てたら突然見て出てきて、マジ？おすすめになってたの？へえ。お代理がコラボしたいって。え、無理無理無理。すぐるさん、ありがとう。 Q さん、ありがとう。恥ずかしい恥ずかしい、無理無理無理。嬉しい。みゆみゆのモバメにみちのことが書いてた。なんて書いてた？おだりがコメント探してた。私コメントしてない、おだりなさんに。ひたすら星投げてたけど、うん、見てた。愛子さんの曲歌ったんだって思って。マー君さん、またたびさん、ありがとう。ダメだよ、お得になっちゃうもん。無理無理、コラボしたらお得になっちゃうからできない。としひろさん、きこりさん、ありがとう。あいこさん何の歌が好き？え、何が好きだろう。でも今日歌の練習しに行ったんですよ。聖母前。歌の練習しに行ってからね、スーパーボール歌ってました。たら歌の先生が、これ難しい曲だねって言って、愛子さんはやっぱ天才なんだって言ってたから、歌の先生が天才って言うってことは天才なんだって思った。カズくんさん、としひろさん、ありがとう。今日喋りが下手だわ、ちょっとね、今日喋りが下手だわ。そうそうそう、歌の練習は、うん、個人のやつです。おだいりちゃんにタワー投げてびっくりさせよう。皆さんが、じゃあ皆さんがいっぱいねくださったら、私もおだいりなさんに投げれるけどさ。僕とみちがコラボした時の僕の状態になるってこと。そうですね。お酒飲んでる？飲んでないです。なんでおしゃべり大変なの？わかりません。たかしんさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。たかしんさん、おめでとう。
やいやいや、おめでとうございます。おめでとうおめでとうございます。最近ハマってる曲はセプトの曲ですね。サントラ皆さん聞いてますか？最近やたらと飲酒疑惑がある。それな、私そんな飲んでないよ。家でそんな飲まないし。メンバーの配信でタワー投げたことないですね。おだわりルーム今村美月さん47。マジ嬉しい。聞いてます。何の曲が一番好き？こんばんは。今日スマホにサントラ取り込んだ。自分もスマホに入れないかな。セプトの通販が今日発送された。おお。画面違うの500日だから。そうなんよね。記憶のノイズ人気。そんな飲まないの？全く飲まないの？そんな頻繁には飲まないですね。月しぐれ好きです。おー、いいよね。私も CD に声が入りたかったな。ね、月しぐれとシンデレオさんたちも違うでしょ、声がね。あとだ、違う方いるかな。月しぐれ、おお、ナイス。きょうちゃんさんありがとう。ともおかぴさんありがとう。今年のスチューデンツ、コッコのところに行ったら飲むの？え、いや別に、でもうん、山奈々さん、川さん、大地さん、涼太さん、白鳥さんありがとう。リユニオン好き、いいよね。そんな飲んでない。キコリさん、パフィンさんありがとう。ダメなんや、お酒の話はしちゃダメなんや。私はもうね、なんか嫌だって人もいるのでやめるんだって。最近ピルクルそう、ピルクル好き。ピルクル、でも最近好きなのはストレートティー、ダージリンティーとか、昨日カモミールミルクティー飲んだけど、そうそう、遊びに来たい、ありがとう。いや私酔ったらね、酔ったらでも喋るな、喋るな、しゃれすぎ。パワシさんありがとう。ティー好きなんですよ。でもカモミールが一番好きかもしれん。ゆず茶、ゆず茶いいっすよね。誰が飲みされたい。ニコニコしてんの？ニコニコ、うん、シュロックチョコミルクティーなんてあるんですか。オロナミン C 大好き。私オロナミン C 大好きなんですよね。あ、チャイもいい。チャイティーめっちゃ好き。ホットオロナミン C、幼稚園じゃないや、小学生の時からオロナミン C 大好き。オロナミン C 救助ってのが、徳島、そうなんじゃ、いいな。
豆乳ラテ。アンナさんアンナさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。アンナさんおめでとう、はいはい、おめでとうございます。おめでとう。みち酔ったら一通り暴れて電池が切れて寝るイメージ。でも眠たくはなるけど、あのね、あれですね、そんな暴れたりせん。シティリバーさん、村勝オンリーユーさん、ありがとう。昔オロナミンに牛乳混ぜて飲んでた。気持ち悪い。美味しいんそれ。関さん、シティリバーさん、きょうちゃんさん、ありがとう。顔は赤くでもなりにくいと思う。モンスター飲んだことない。早く20歳になりたすぎる。そうやね、まだ高校生でしょ。ゆうすけさん、いつきさん、ありがとう。私は暴れないよ、ずっとニコニコしてる。武藤派さん、ありがとう。ってなってる。スランプくんさん、ケンケンさん、ゆきさん、ありがとう。麦茶に牛乳やだSTA のお酒配信もありましたね。そう、私も一回お酒をね、飲んで話す、喋る YouTube 配信に参加しましたけど。スランプくんさん、魚座のてっちゃんさん、ケンケンさん、コータンさん、ありがとう。私はね、あんま酔ったことないんよ。っていうか、酔ったことないんですよ。そんなにね、最大限が分かんないと。そうなのよ。お酒強そうですね。そうなんですよ、お酒強いんだと思うんですよそう、私強いんだと思う。久しぶりに動く今村さん見ました。本当？最近ビールの美味しさを知ったしね。その配信きっかけで見ちゃハマった。え、そうなの？セーブしてる？それとも酔うのが怖い？あ、でも両方ある。いいね、みんなと飲んでみたいな、一緒にね。え、今のご時世はなかなか機会もないからさ。自分もさ、二十歳になってからさ、自粛だったからさ、そんないっぱいさ飲んだことあるじゃないんですよ。こうさん、かわさん、ありがとう。一緒に飲んだら甘えちゃう。マジ？私に？いいね。いや、私は両方いけるよ。両方いけるよ。来られたら対処できると思う。分からんけど。メンバーで一番お酒強いの誰？でも。わかんない。みんなと飲んでたわけじゃないからさ。でも広島勢は強いと思う。私とかほのたんとかまひちゃんとか、まひちゃん広島じゃないけどさ。
タイガさん誕生日おめでとう。よよいしょ。タイガさんおめでとう。イエイ、おめでとうございます。イエイイエイ。みちみたいな実は強いタイプが一番たち悪いだって実は強いタイプってこと？あんまり強くなさそうに見えるけどってこと？かまちゃんさんありがとう。何飲んでてほしいですか私に。ね、うん、カルアミルクカシオレワインカクテル。記憶なくなったことない。抹茶ミルクワイン飲む。ワイン好きです。ハジーネーブルハイボールレモンサワーカルアミルク青汁サングリア。いテキーラ飲んだことないな。カタカナのおしゃれそうなやつ。焼き芋ジョージ爆弾って何？地酒ハリモーチョハイボール水割り。私水割りは飲んだことないな。なんかお水で薄まるの好きじゃない。18から飲んでたの？飲んでないよ。私20歳からしか飲んでない。これはねガチ。いちごミルク。飲む環境じゃなかったんですよね。勧めてくるような人が周りにいなかったから。だからそうガチじゃないとダメなんだけどね。本当にガチなの。酔った演技やだよ。私はねもうね寝落ち配信とかして寝落ち配信とかさするからさ、もうなんか皆さんにさめっちゃさいろんなところを見せてるからさ、ちゃんとなんか見せないでいこうじゃないけどさ、ね、あれなんですよ。もうちょっとミステリアスな部分も残しとかんといけんなって思った。うん、そう男梅サワー美味しいの？あれが気になる赤玉なんちゃらみたいな。あかりが YouTube で飲んでた。寝落ち配信見てみたい。嫌です。もう来年はねをスローガンにする。けど目標とかなんか決まり事ではない。もうそれは寝ちゃうことも多分あるし、だからスローガンゆるいスローガンでそれなもう1月2日とかから寝とるかもしれん。いやショールームをさやる時間がさいけんのよ。私は夜遅くにして朝早くにするからさ。
年越し配信ね、どうしましょう。夜は6号さん誕生日おめでとうございます。よいしょ、夜は6号さんおめでとう。おめでとうございます。くしゃみ出そう。おめでとう。なんかさあんまりさ可愛く寝るのを目標にすればいい。可愛く寝るか、大人ってる。これもう違うものだからね。前に夜型人間って言ってなかった？そうそうなんですよ、夜型なんですよ。7時半はそんなに早くないでっていう意地悪な話。いやー早いよ、私の物差しでは早いから。朝早くからね、私がこうパッと起きてしとる配信を見とる皆さんはさ、もうさ準備もしてさ通勤とかしとったりさしとる人たちもさ、方々もたくさんいるからさ尊敬してます。としきさんお誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。としきさんおめでとう。おめでとうございます。今日多いですね。私の中学校の時の同級生も今日誕生日だった。なんか自分が中学生の時にさ、これ去年も話したかもしれんけど、自分が中学生の時12月21日にさ世界が滅亡する予言があったんよ。中いや小学生だ、小6ん？小 6？ 小 4？ 小 5？ ぐらい覚えてます？皆さん小5か小小4か小5か小6、いやノストラダムスじゃないと思う。だってノストラダムスがさ予言しとるやつだったらさ、あのどなたですっけ、あの人の曲にさ入っとるもんね。唇と唇目と目立てたてののやつはさもうちょっと前じゃない？ノストラダムス生まれてない。1/2、そう1/2、川本誠さん、そうそれは、うん、私まだこの世にいないわ。ポンタさんありがとう。毎年クリスマスが近くなると滅亡しろって思うよねクリスマスに辛辣。ハマチャさんありがとう。でもクリスマスのあの寂しい感じ私好きですけどね。あのなんか街がキラキラでもうなんか切ない系の曲聴きながらそのキラキラな街を一人で歩くあの瞬間意外と好きですけどね。うん、なんか風情があるって感じを戻すけど道的には土日の9時は早い。うん、土日の9時はなんか天国って感じ。マヤの予言かも。怖い、怖かったあの時はめっちゃ。トロンさんありがとう。皆さんは今年は どんなクリスマスをお過ごしですか？今
今年はお話がありますからね。え、24でしょ。にゃにゃ、日向坂さんのライブいいね。うん、父親の誕生日、サンタコスの道とお話をする予定。いやいや、サンタコスするって言ってないから。なんかせんとなとは思うけど、どうしようかな。ケンタでバイト一番大変じゃん。ケンタでバイトは一番大変だよ、クリスマス。見て、可愛くないこのネックレス。バラ。あんま見えんね。あんまそんな見せようともしてなかったけど、これも1年前2年前ぐらいにいただいたやつをつけてみた。ツリーのコスプレ、最近その色の服好きなのね。こんぐらい、そうですね、よく見せて。なんかね、ここも可愛いんよ。ここも。すごい精密なのよ。今日のモバメで着てた服、どっちもプレゼントっぽいなって思った。どっちもって？これ？自分で買った。耳に穴は開ける予定ありますか？耳に穴は開ける予定ないんですよね。耳に穴でもね、最近開けてみたくなってきたんですよ。このグループにいる間は開けんと思うけどね。でも衣装のイヤリングとかめっちゃ痛いからさ、てか踊るけんさ、めっちゃ締めるんよ。最近痛いけさ、それなら開いとった方がなんか楽だなとは思うけど、こうなんかに引っかかってピッてなったらもう怖いし、両親が、お父さんはあの私が生まれてその記念に片方だけ開いてるけど、それ以外開いてないから、両親ともども。だからね、うんって感じ。バラの絵描けますか？描けますよ。トロンさん、白鳥さん、川さん、マー君さん、ありがとう。そう、あのこの下に着てるやつはなんか多分チュリさんのね、チュリさんのねグッズ。これはプレゼント、これでしょ。そう、ここで脱いだらやばい？やばくないよね。イヤリング痛いんですよね。爪爪ってて。そうそうそう。ねえ。かっこいいなって思った私も。そうそう。やばいかな、やばくないよ。ちょっと目つむっててください。目つむなんかないかな。よいしょ。よいしょ。わー
なんかこの T シャツにこのさネックレスつけたのかっこよくない？なんか私今日かっこいいなって思ってたんですよ自分で。ちょっと下手だった今日。ちょっとオーバーサイズなの可愛い。そうなんよ。あんま見えんよね。MKさんくまありがとう。浜団子さん、直哉さんありがとう。そうめっちゃ袖長いんですこれ。でもダンスしとるときにこれ着とってさ、自分の指先が隠れるからさダメだって思って。めっちゃ袖長いんですこれ。でもダボダボ T シャツめっちゃ好きだからさよかった。しかも白 T 好きなんよ。バラの花言葉ってめっちゃ素敵よね。なんか1本とさ2本と3本と100本とかでさ意味違うんよ。てか花言葉の人になりたいんですよね私。花言葉を言える人、いう花言葉を覚えたい。無印にあったんですよ、なんか花の辞典みたいな。買おうって思って。できた。そうなんかあなたに似合う花はなんちゃらだよ、花言葉はなんちゃらだからねみたいな。かっこよくない？浜団子さんありがとう。ユニゾンのツアーグッズのロンティ、ロンティダリアの花言葉しかわからん。花ソムリエになりたい。でもそれ言われたらどう確かにそれ言われたら、え、でもへえそうなんだって感じ。物知りだなって感じ。確かにな、言われたらへえそうなんだで終わるかもしれん。で物知りだなってなって花に興味は持つよ。リクさんありがとう。ちょっと惹かれる気がする、そんなマジトーンで。オレンジのバラは絆、へえ。2月19日の花子、あ、誕生花な、誕生花はタンポポ。そうなん、私タンポポなんだ。自分たまにバラ気が来るんですよね。なんかもうメイクを全部ローズピンクで揃えたくなったりとか、香水をバラの匂いにしたりとか、なんかね不定期なんですけどねバラ気が来るんですよ。バラがいっぱい来た、ありがとう。ニノさん、マッチさんありがとう。
ひなぎくって無邪気希望なんだ。なんか、え、高尾さんって花言葉まで調べてさやってるのかな。マー君さん、浜団子さん、ありがとう。それだったらすごいな。ギルスさん、関さん、カミテルさん、浜団子さん、ヒラリンハットさん、バンジャラモンスターさん、白鳥さん、ありがとう。紫のバラ気品だって。私気品ありますか。バラ101本でこれ以上ないほど愛しています。そんな愛されることあるんかな、人生で。すごくない、これ以上ないほどって。セプトのそういうのは絶対調べてそうね。ひなぎくで無邪気と希望はすごいな。なおやさん、バンジェラモンスターさん、大地さん、ありがとう。でも高尾さんならやってそう。ウコンは酔い止めなのに花言葉はあなたの姿に酔いしれる。面白い。でもバラ一本なんだったっけ、な、花の言葉、花の意味。フェイトの時って4人とも花関連の名前だった。そうだね、ひなぎく、レン、アイビー、ゆめゆり。アイビーって何、アイ。でも藍染めとか言うもんね。備品の美だった。一目惚れげな。葵さん、ありがとう。ひなぎくって花だったのか。そうだよ。へえ。じゃあそれぞれのキャラの何性格に合った名前だったのかな。そうアイビーって花あった気が。そうなの。カズくんさん、ありがとう。すごっ。レンの花言葉がハスでしょ。離れゆく愛とからしいけん、もう完全に知ってるやつだなって。アイビーって花言葉は永遠の愛。マジか。高尾さんの振り返りブログに書いてあった気がする。確かに書いてあったかも、1年前見たやつ。高尾さんってロマンチックだね。花言葉でキャラの名前、花ソムリエだったんだ。すごく素敵な人だ。すげえな。読み返そうとね思った。私もフェイタの高尾さんブログ、すんげーそうや、確かに確かにね。一番好きなお花は何だろう。金木犀、ラベンダーも好き、バラも好き。匂いが多分好きなんだと思う。コスモスも好き、桜も好き。難しいな。今日ツイッター始めて3年らしいのでお祝いしてください。おめでとう。サンバカの名前にも由来あるんかな。サンバカの由来はね、あるよ。金木犀の花言葉は謙虚、初恋。あら、大切ね、謙虚の言葉は。金木犀香る頃、なんだったっけな、あのダインとフギンとムニはあるんよ、そういうなんちゃら神話のなんちゃらなんですよ。
なんだったっけな、ダインと、ん、ダインとかそのままだった気がする。なんちゃら神話のなんかなんですよ。なんだったっけな。トムトムさん、深夜さん、ありがとう。でも調べたら出てくると思う、あの団員とか。うん、あ、それかも、北欧神話、そうそうそう、北欧神話の神の使いが鳥で、その鳥の名前が、そうそうそう、そうだったんですよ。すごい。いやー、でもあんまりお話、あ、58分だ。今日は知識が増えてよかったね。高尾さんのブログも全部さ、最後まで言ってたので、あの DVD をご購入くださった皆さんはぜひ高尾さんのブログを読んで、読んでからまた見てくださると面白いと思います。それでは壇上を読みます。13位タンタンさん、12位トワさん、11位マサジさん、10位ユキさん、9位トモオカピさん、8位ダイチさん、7位ギルスさん、6位ダダダダムノさん、5位ハマダンゴさん、4位コウさん、3位ツボユウスケさん、2位エムケンさん、そして1位はドゥルルルンジちゃん、白鳥さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンジちゃん、りょうすけさん、ありがとうございました。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう、バイチラップ、おすみちゅう、また明日です。さあ、確かに最近アバターモノマネしてない、またしますね。早かった。バイバイ、よく寝てください。しっかり休んで、また明日。